皆さんこんにちは。今回は、初心者向けにこの装備を作っておけば間違いない装備のご紹介となります。アイスボーンはライズと違って防具の連携がないので、最終装備の防具が、特定の防具と決まっています。ですので、ほとんどのハンターが最終的にたどり着く最終装備をご紹介していきます。武器種によって若干変わってくると思いますが、ぜひ参考にしてください。まずはこちらから、龍門装備になります。こちらの装備の特徴は、属性強化に優れていることです。龍門一式の防具スキルがありますが、意地悪なことに効果がどれくらい上がるのかが書いてありません。なのでこちらに添付しておきます。防具を一式装備するだけで会心率と、属性値が上がります。ライトボウガンを使う人が最終装備で使ってる人が多いと思います。注意点ですが、龍脈覚醒は攻撃するたびにダメージを受けます。空振りでもダメージを受けるので、HP 管理が非常に難しい防具となります。逆に攻撃を当て続けると自動回復効果があるスキルとなっていて、被弾が多いモンスターには装備しづらい防具になっています。上級者向けの装備となっていますが、慣れればかなり強い防具になっていますね。EX 龍門シリーズは、ムフェトジーバの素材で生産できる防具となっているので、ムフェトジーバを討伐して、防具を作成しましょう。続いてはこちらの装備。次にご紹介するのはドラゴン装備になります。ドラゴン装備は、最終版で登場するミラボレアスを討伐することで入手できる素材を使って作成できます。ドラゴン装備は、攻撃面防御面の両方において非常に優秀で、特に火力を極限まで高めたいというハンターにとっては最終装備候補の一つとなっています。ドラゴン装備の最も注目すべき特徴は、シリーズスキルによって発動する強力な能力です。発動するスキルは継承と超越となっていますが、発動スキルを見てわかる通り破壊してます。さらに、ドラゴンベータシリーズは特にスロット数が多く、カスタマイズの幅が非常に広いです。これにより、ハンターは自分のプレイスタイルや使用する武器に合わせたスキルを組み合わせることができ、最大限の効率でモンスターを討伐できます。ドラゴン装備のおすすめ運用方法として、火力特化ビルドです。発動スキルの継承と超越を最大限に活用するために、スキルのレベル上限いっぱいまでスキルを積むことも重要です。火力特化ビルドの目標は、攻撃力や属性ダメージ、会心率、会心ダメージなどを極限まで高めることです。火力を最大限に発揮するためには、会心率と会心ダメージの強化が大事になってきます。会心率は、モンスターにクリティカルヒットを出す確率です。会心攻撃が発生すると、ダメージが通常よりも大きくなります。会心率を高めるスキルとしては、以下のものが重要です。見切り、会心率を直接的に上げるスキルです。レベル7まで上げると会心率が 40% 上昇します。弱点特攻、モンスターの弱点部位頭や尻尾などに攻撃が当たると、会心率が上がるスキルです。レベル3で弱点部位への会心率が 50% 上昇するため、非常に強力です。会心ダメージを強化するスキル、会心攻撃時のダメージをさらに上乗せするスキルが超会心です。これにより、会心率を高めたビルドでさらに大きなダメージを狙うことができます。超会心、会心攻撃時のダメージ倍率が増加します。レベル3まで積むと、会心時のダメージが最大 1.4 倍になります。攻撃力を直接強化するスキルとして、挑戦者、モンスターが怒り状態になると攻撃力と会心率が上昇するスキルです。怒り状態は頻繁に発生するため、非常に効果的なスキルです。レベル7まで上げると攻撃力が28、会心率が 20% 増加します。プレイスタイルに合わせて、いろいろなパターンの装備を組める楽しさがありますね。ドラゴン装備は、モンスターハンターワールドアイスボーンのエンドコンテンツである、ミラボレアスを討伐することで入手できる最強クラスの装備です。絶対に入手しましょう。ここでワンポイントですが、ドラゴン装備のシリーズスキルが、ドラゴン装備4箇所で発動するため、ドラゴン装備4箇所プラス〇〇装備が多いです。代表的な装備はこちらになります。武器種によっては他にも組み合わせがあります。
他にも知っているって方はぜひコメントで教えてください。最後はこちらになります。最後にご紹介するのはラビーナ装備です。EX ラビーナ装備は、イベルカーナの氷属性攻撃に関連するスキルが多く含まれており、特に氷属性武器との相性が非常に良い装備です。EX ラビーナ装備を作成するには、イベントクエストの歴戦王イベルカーナを討伐する必要があります。イベントクエスト名は六花が静かに眠るならです。イベルカーナはアイスボーンのメインモンスターであり、その氷属性攻撃は強力で、特にアイスブレスやエリアを凍結させる攻撃に注意が必要です。討伐する際は、火属性武器や氷耐性の高い防具が推奨されます。防具を作るためにはイベントクエストで入手できる漂流チケットが5枚必要になっています。イビルカーナの素材が足りなくて防具が作成できない場合、マスターランクのイビルカーナを周回した方が楽に防具が作成できます。EX ラビーナシリーズの最大の特徴は、シリーズスキルとして発動する氷気錬成です。これにより、氷属性武器を使用する際に、非常に強力なバフを得ることができます。氷気錬成の効果ですが、武器を納刀していると、時間とともに氷気ゲージが溜まっていきます。攻撃を繰り出すと、このゲージを消費して攻撃力が強化され、特に抜刀攻撃のダメージが大幅に上昇します。体験など、抜刀攻撃がメインの武器と非常に相性がいいです。EX ラビーナ装備には、氷属性攻撃強化のスキルがデフォルトでついています。これは、氷属性武器を使用する際の氷属性ダメージを底上げしてくれるスキルです。他にもシリーズスキルで会心激属性がつきます。会心激属性は攻撃で会心が発生した時に与えるダメージが高くなるスキルです。武器倍率がわからない人が多いと思うので説明すると、体験、ハンマー、狩猟笛、ヘビーボウガンの倍率が 1.5 倍、ライトボウガンが 1.25 倍、その他の武器種が約 1.35 倍となっています。数値だけ見るとかなり強く見えますよね。会心が発生しないとシリーズスキルの意味がないので、会心率を 100% にする装飾品構成にしてくださいね。EX ラビーナ装備の短所ですが、氷属性攻撃に特化しているため、氷属性武器以外ではその効果を最大限に活かすことが難しいことです。ただ、アイスボーンでは属性武器よりも、攻撃特化の方が強い傾向があるので、武器種によっては EX ラビーナ装備が最終装備になる武器種もあります。EX ラビーナ装備は、モンスターハンターワールドアイスボーンで登場する。イベルカーナの素材を使って作成する、氷属性に特化した防具セットです。氷属性武器との相性が抜群で、特に氷気錬成を発動させた抜刀体験ビルドは非常に高い火力を誇ります。氷属性攻撃を最大限に活かしたいハンターにとって、必須とも言える装備です。ぜひ、EX ラビーナ装備を作成してみてください。ということで今回は、初心者向けにこの装備を作っておけば間違いない装備を紹介しました。他にも探索用の装備等もありましたが、とりあえず紹介した装備を作っておけば間違いありません。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。